今回の動画はお金に騙された野球選手についてご紹介していきます。華々しい表舞台の裏でお金に騙されて揉めに揉めて訴訟沙汰になる選手は多いです。一人目、新庄剛志。現在日本ハムの監督を務める新庄剛志監督。現役引退後にお金のトラブルが発覚しました。新庄は阪神タイガースで11年、MLB で3年、再び NPB に復帰し、日本ハムで3年と計17年プロ野球選手として過ごしました。新庄クラスの選手ともなれば、球団から支払われる給料に加えて、広告収入、グッズ収入などで報道される推定年俸以上に懐は潤っていたはずです。ところが衝撃の事実が発覚したのは、2006年に日本ハムで現役を引退してからのことでした。およそ22億円あるはずの自身の残高を確認したところ、2000万円しか残っていないことが発覚したのです。自己資産の 99% を失った新庄は、当時のことを、さあ野球終わった、いろいろ遊ぼうと思って蓋を開けたら、4回くらい残高を見たもん。そういう時って笑いが出てくるんですよ、と話します。22億円がたったの2000万円。ことの重大さが感じられます。なぜ新庄のお金は突如として消えたのか。その理由は絶大な信頼を置いていた叔父による資金横領でした。新庄はプロ野球選手になって以来の資金管理をこの叔父に全面委託していました。叔父は会社経営者で、新庄が苦労して稼いだ金はその会社の資金に流用されてしまいました。横領が発覚した後、裁判を起こし、8000万円を回収しますが、叔父の破産手続きをもって裁判は終了。それ以上のお金は戻ってきませんでした。新庄はこの件について、人間は大体3日で忘れるから、と金銭的なダメージについては気丈な態度で振る舞っています。しかし、心情面については、信用していた親みたいに可愛がってもらっていた人に何十年も騙され続けたことの痛みがどれだけ苦しいか、人間不信になりかけると述べ、心の傷の大きさがうかがい知れます。しかし、そうした事件を乗り越え、現在新庄は日本ハムの監督を務めています。資産の 99% を失えば自暴自棄に過ごす人も中にはいるかもしれませんが、新庄はそうした素振りを表舞台に一切見せません。彼を見ていると、この世で一番大事なのはお金による豊かさではなく、心の豊かさや強さであると感じられますね。二人目、金本知憲。二人目は兄貴こと金本知憲です。金本は広島に入団後、FA で阪神に移籍。阪神では史上最高の FA 選手と呼び声の高い活躍で2度のリーグ優勝に貢献しました。現役時代はヤニキ、あのお方などの愛称で呼ばれることも多々ありましたが、素晴らしい選手であることは間違いありません。主要打撃タイトルこそ打点王1回の獲得のみですが、MVP が1回、ベストナインが7回と輝かしい受賞歴を誇ります。そんな金本ですが、彼も過去にお金に関してのトラブルがありました。トラブルの中身は詐欺で、損害額はおよそ8億円以上。2004年から2009年までの間に騙し取られました。被疑者に当たる人物は広島時代からの知り合いでした。その男性とは家族ぐるみの付き合いがあり、信頼関係にあったことが伺えます。被疑者は虚偽の事業に関しての投資話を金本に持ちかけ、複数回にわたり金を騙し取りました。送金回数は60回以上に上り、多い時は月に3000万円以上を送金したといいます。投資内容としては、ボートレース団体への預託金、農地取得などで、引退後に収入を得られる点や、後輩たちのプロ野球選手引退後のセカンドキャリアを形成する場所を作れる点が魅力に感じたと話しています。プロ野球選手という職業上、引退後のキャリアは誰しも不安に思うはずです。
金本ほどの実績のある選手なら引退後も解説、監督、コーチという話も舞い込んでくるでしょう。しかしそういった話をもらえるような活躍ができる選手は一握りで、その他の選手はセカンドキャリア探しに苦労しているのが実情です。騙されてしまったのは事実ですが、そういった選手たちの受け皿を作るために動ける金本は本当の意味で兄貴だったのではないでしょうか。しかし裁判での弁護側の証拠提示の場面では、我々の思い浮かべる兄貴像に暗雲が立ち込めていました。それは金本から被疑者に送付したメールの一部で、僕はキム・ジョンイルや将軍様と呼べというメールです。この証拠が提示されると金本は冗談ですと述べました。ネットでは、ヤニキが言うと冗談にならないんだよな、冗談ですってことは言ったことは否定しないんかとの声がある一方で、これに関しては金本は騙された被害者やし、悪く言うなやといった擁護する声もありました。またこの件の他にも金本の将軍様疑惑を強める機会がありました。金本の現役引退時に球界関係者からの寄せ書きをスポーツ紙が発表したのですが、それを細かく見ると疑惑を発見することができます。阪神時代のチームメートの関本健太郎、リン・ウェイツーらのコメントには金本のことを将軍様と呼んでいることが伺えます。金本が再びプロ野球の監督、もとい将軍として指揮を取る機会はあるのでしょうか。3人目、ウォーレン・クロマティ。3人目は7年間読売ジャイアンツに在籍したクロマティです。クロマティといえば打撃成績もさることながら、陽気な性格のイメージが強いのではないでしょうか。そんなクロマティもお金に関してのトラブルを抱える選手の一人です。しかも2つもです。一つ目に関しては、巨人時代の稼ぎを元代理人に全て持ち逃げされたと自身の YouTube チャンネルで暴露しました。動画のアップロード日は今年の3月と随分最近の話です。数十年前の話ですが、衝撃的な事実を時間差で知らされることと、クロマティの日本7年間の年俸の合計額はおよそ11億円。先の2人には及びませんが、非常に大きな額ですね。クロマティはこのことからお金について学んだといいます。アスリートである以上、プレーに集中しており、お金に関して気にしている暇はない。そのため代理人を雇うことになるが、お金に関してしっかりと連絡を取り合うことが重要だと話していました。二つ目に関しては、クレジットカードの不正使用の被害に遭いかけたことを、こちらも自身の YouTube チャンネルで話しました。デパートから100万円の時計を買おうと、他人がカードを使おうとしているという電話があり、不正使用に気づいたといいます。結論として犯人は自身の息子だったと話します。クロマティ自身もまさか自分の息子に不正利用されるとは思ってもみなかった。誰を信じればいいのだとぼやいていました。家族であってもお金のやり取りは慎重にと言いたいところですが、不正利用まではさすがに抑制できませんね。クロマティ一家が仲良く過ごしていることを願います。4人目、松永ひろみ。史上最高のスイッチヒッターと呼ばれる松永ひろみ。阪急、阪神、ダイエーに所属し、獲得タイトルこそ盗塁王と最高出塁率が1回ずつと多くはないですが、通算成績で見ると実動17年、通算1901安打、203本塁打、239盗塁、そして OPS837 と非常に高い成績を残しました。現在選手としていたらどのチームも欲しがる実力派の選手ですが、阪神ファンからは良い印象を持たれていない選手です。その理由は、トレード相手だった野田浩二がオリックスで大活躍したのに、松永は甲子園は幼稚園の砂場騒動を起こし、オフに FA 権を行使してダイエーに移籍してしまったことが原因です。ちなみに砂場騒動について松永自身は、グラウンドキーパーが内野グラウンドの整備に関する要望を聞いてきた際に、
内野の土を幼稚園の砂場くらいに柔らかくした方がいいかと質問されたことが自分の感知しないところで誤って広まったとして報道の内容を真っ向から否定しています。そんな世間を騒がせた松永ですが2度お金を盗まれています。1度目は30代の頃に信頼していた友人夫婦から持ちかけられた投資話に騙され総額1億円を騙し取られました。友人夫婦が営む会社の資金不足を理由に投資を依頼された松永は毎月300万円程度、時には1500万円を現金で渡したこともあったといいます。しかしいくら経っても一向に返済されないので友人夫婦に返済を依頼したところ返済拒否の姿勢、約2年追いかけましたが結果としては音信不通となり1億円は水の泡になってしまいました。2度目はこちらも30代の頃、1600万円ほどを騙し取られました。松永は前年度の収入に対する納税のため現金1600万円を準備していました。しかし当時の妻の育児が忙しく納税に行く機会を作ることがなかなかできませんでした。そんな中当時の税理士から代理で納税しに行く申し出があり松永は納税を依頼しました。ところが税理士は受け取った現金を持ち逃げしてしまったのだといいます。その後松永は10年かけて滞納分の税金を納めることになりました。お金を持っているところに騙す人は集まってきます。大金の支払いを他人に依頼してはいけないという教訓になりますね。5人目、佐藤俊也。5人目はロッテの佐藤俊也、現役選手です。強打の捕手として千葉ロッテに入団し5年目となる今季、正捕手の田村との併用が続く中、5月4日現在打率3割6分8厘と開幕から好調をキープしています。昨季は打率2割1分8厘と悔しいシーズンだっただけに、今季の佐藤は期待の膨らむ成績を残しています。そんな佐藤ですが2022年の9月詐欺を受けたとの報道がありました。被害としては2021年夏頃300万円を騙し取られたという内容です。先の4名と比べると額が落ちますが、当時の佐藤の推定年俸が1600万円だったことを考えると少なくない損失だったことがうかがえます。内容としては良い投資先を知っていて300万円振り込めば800万円を返金するというものだったといいます。また相手は佐藤の出身校福島聖光学院の OB だったようです。皆さん今の話を聞いて頭にクエスチョンマークが浮かんだのではないでしょうか。そんなうまい話があるわけないじゃないかと思いますが、佐藤はそのうまい話に乗ってしまいました。ネットでは佐藤投資屋という別称までつけられてしまう始末ですが、体育会の先輩後輩の関係であった2人なので断りづらかったのではとの推測もなされています。世の中うまい話には裏があるし、そういった話には疑ってかからなくてはならないといういい例ですね。佐藤には300万円騙された分しっかり活躍して取り返してほしいですね。6人目、大谷翔平。皆様、この選手が最後に紹介されることは分かっていたのではないでしょうか。今年の3月、大谷の元通訳である水原一平氏が大谷の口座の金を違法賭博に充てるために不正に送金していたことが明るみに出ました。その総額はなんと1600万ドル、日本円にして24億円以上相当に当たります。その金は水原の私利私欲のために使われることとなります。水原は重度のギャンブル依存症だったのです。しかしなぜ水原は大谷の口座の金を送金できたのか。時は2018年、大谷の渡米時にまで遡ります。大谷はアメリカでの銀行口座開設を水原に頼んだのです。大谷は英語での対応は不慣れなのでサポートしてもらったのは理解できます。しかし大谷は口座情報を水原とのみ共有し、代理人や経理担当者には伝えませんでした。というのも水原が
大谷が公開を拒否していると伝えたためです。この時から水原は大谷の口座情報を知っていたので、やろうと思えばいつだって金を送金することができたのです。水原がアメリカで違法賭博に初めて手を染めたのは2021年の9月。この時期に水原の違法賭博サイトのアカウントが開設されました。アカウント開設以降、大谷のサポートをしながら水原は違法賭博に興じます。この年、大谷は投げては9勝2敗、打っては46本塁打、100打点の成績を残し、シーズン MVP を獲得します。大谷が汗水垂らして野球に取り組んでいる最中、闇の中に身を投じ、人の金で賭けに挑む通訳、信じられませんね。水原が大谷選手になりすまして口座にアクセスしたことに疑問を持つ人もいますが、アメリカでは高額所得者にはビジネスマネージャーやファイナンシャルアドバイザーがついて口座管理をするのが一般的なのです。家族同然に付き合っていた水原への信頼度は相当高かったのです。水原はその後も違法賭博を繰り返します。賭けに勝っていれば水原の悪事が世間に露見しなかったでしょう。しかし水原はスポーツ賭博が得意ではなかったようで、負けが込んできました。最終的な損失は日本円にしておよそ60億円だったと言われています。2023年末、大谷はシーズン2度目の MVP を獲得、そして満を持してドジャースへ入団しました。一方で水原は胴元に対して支払いを遅らせてほしい旨の連絡や、一発逆転を狙うためにバンプを依頼します。今すぐにでも金が欲しい水原にとっては、大谷のドジャース移籍、そして10年7億ドルという契約は非常に魅力的だったでしょう。だからこそ大谷の年俸が分割払いであることを知ったときはひどく失望したことでしょう。そして今年の3月21日、アメリカの捜査当局は大谷の口座から不正な送金が行われていることを公表しました。同日、水原はドジャースの通訳を解雇されることとなります。今回の不正送金は他人の口座から無断で送金したとして銀行詐欺罪として訴追されました。裁判で有罪となれば禁錮30年以上が予想されます。またこの一連の捜査が進むにつれて、水原は学歴詐称、運転中のマリファナ所持歴などの過去も明らかにされています。大谷が表の世界で輝かしい活躍を残す一方、裏の世界で違法賭博に興じて自身を滅ぼしていく水原、漫画の世界でもありえない話が現実に起きてしまいました。大谷だけでなく、新庄監督も身内の裏切りに遭っていますが、あるスポーツ記者は言います。スター選手は高校卒業後、いきなり大金を手にします。そこにいろんな人たちが集まりますが、一定数は危険人物がいます。とりわけプロ選手にとって引退後の生活は不安。そこにつけ込み、親身に相談に乗る友人や親族に使い込まれたり、出資したりして全財産を失うケースも多いのです。裏切りに気づかないのは夢に邁進しているからと言えそうです。今季の大谷は序盤は打率がなかなか上がらず苦しみました。しかし5月4日終了時点で、得点圏打率こそ2割台ですが、打率3割超、ホームラン7と本来の調子を取り戻しつつあります。信頼を置いていた身近な人物に裏切られ、心理的ダメージが大きかったと思いますが、奥様、そして愛犬のサポートを受け、例年以上の活躍を見せてほしいですね。以上、6人ご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。星野監督が選手は信頼はしても信用してしまってはダメだと言っていましたが、お金に関しても同じことが言えそうですね。野球選手のお金に関するエピソードやご感想がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。今回の動画が面白かったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。